皆さん、こんにちは。タナメリ第157回日照簿記検定試験3級に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレッコの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。じゃあね、えー、本日実施されました、3級に関するですね、回答速報ということでございまして、まあ、お,じお時間30分ほどですね、えー、頂戴いいたしまして、えー、今回の 産休試験に関するですね、まあ要点用紙、えー、これをご案内していこうと思います。で、まず、これね、えーまあ、最初に皆さんにご案内をしなきゃいけないことがあって、あのー、私ども、まあ、レックのホームページの方でですね、えー、産休の回答速報を出させていただいております。えー、私どものスタッフがあ作ったものになりますが、で、これね、よいまあ、今回も、あの、予想配点 を付けさせてていいただいておりますんで、まあ一つね自己採点される時にはね、えー、参考になさっていただくといいんじゃないかというふうに思うんですがあのー、あくまでもこれね毎度毎度のご案内欄ではあ,あるんですけどあのー 配点箇所はあくまでも私どもレックの方で、えー、予想配点として付けさせていただいたものに過ぎませんので、あのこれ実際にですね、えー、西尾さんの方があ配点箇所として設定しているものとは必ずしも一致いたしません。えー、したがって、えー、私どもの予想配点箇所を用いたあ自己採点の結果というのは、あくまでも参考、一つの目安というところで捉えていただきたいと。 いいう,うに思いますんで、ねまあ,あこれも毎回ね申し上げてる話ではあるんだけども、まあ、そんなにあの自己採点の結果と実際の本試験の採点結果は大きくずれることはないと思うんで、まあ、最大限で言えばプラマイ10点ぐらい幅見といてもらえればもう無難だと思うんですけども、まあ、基本56点。 ね、プラマイで56点ぐらいの幅を持っておいてもらえればおおむね問題ないかなというふうに思います。えー、ただ、まあ、その自己採点の結果でね変に気落ちするとかあそんなことをする必要はあ全くないわけで、えー、あくまでも日商さんの方で、えー、設定されてるう採点箇所採点箇所だよね。えー、これとは一ちませんから。 あ今までまあそんなに大きくずれたことはないはないですけどお結果的にね大きくずれてしまうというところもあるかもしれないので、まあ、そこは本当にもう参考程度という形でねご確認をいただきたいというふうに思います。 でまずあの今回の3級の試験なんですが、まあ、全体的な問題、えー、僕の方でも確認をさせていただきましてね、えー、回答作業をさせていただいたんですが、まあ一言で申し上げると非常にまあ,あーベーシックというかあ基本に忠実な形の問題なのかなというふうに僕は思いました基本的にはですね前回実施された11月の検定試験と、まあ、かなり問題の質も似てるしね、えー、まあ一部 第2問であったりとか第4問少しまあ応用的な観点で資料を読み解かなきゃいけないよっていうところもあったりするし、まあ、特に第2問はそういうのはあったりするしさらに言えば第4問なんかはねちょっと5句なんかで少し戸惑ってしまうところもあったかなという気はするんですがただとはいってもねまあ2問4問の領域に過ぎないので大きく王妃に影響するものでもないでしょうから。 あまたその2問目なんかのね、えー、資料の読み取りの部分に関して少し応用的にっていう話はしましたけどただまあやっぱりこれぐらいの対応は取れるようにやっぱりしておくべきだろうなと僕も思うので、えー、ですからまあそういう意味ではあ割かし、えー、ベーシックな形の問題と言えるんじゃないかと思います。で僕のまあ本当に今の時点での感想ですけど多分ね今回も 前回の11月の試験と同じぐらい、あのー、の全国合格率出るんじゃないかなというふうに思います。まあ、前回も非常にね、率良かったです。40%超えてね、えー、いうところでございますが、まあ、おそらく今回も、あのー、それぐらいまではいっていくんじゃないかな。まあ、持ってっていただく方多いんじゃないかなという気がしました。あそういう意味では、まあ、難しいってこともないし、簡単ってこともない。 え普通の一般的なな級と言えるんじゃないですかね、えー、ですからまあしっかりと受験対策をお取りになられた方でえ問題演習なんかもしっかりこなされたという方々であればあこれはですね十分対応を取ることもできたんではないかと思うしまたあの3級の合格ということを目指すという意味からすればねやっぱり今日出題されたような問題というものをしっかり対応できるようにしていくと。 いうことは、やはり学習準備としては必要だろうなというふうに思いますんで、えー、そういう意味ではですね、まあ、非常に、えー、受験生さんにとってはあ対応しやすい問題だったし、まあ、妥当なあ内容のような気がします。で、まあ、それがまず全体的な問題を解いたあ僕の感想でございます。でね、 じゃあ今、せっかくお話しさせていただいたところなんかもね、えー、ちょっと各問触れていこうと思うんですが、まあ、第一問あたりで出題されている仕分けの問題は、まあ一部ですね、えー、納品書などの読み取りを図ってくださいという形式の問題も含まれてはおります。で、含まれてはおりますが、ただまあ基本的に逆にこのデータだったらね、 読みやすすくくしてくれててれるるっていう感じが僕はするんで商品がまあ2種類あるよとかっていう状況もありますけどねそれぞれ全体金額なんかもちゃんと載ってるしで消費税に関しましてもお別立てでちゃんと書いてくれてるというところもあるんでまあ非常に資料としては読み取りやすいえ資料になってると思うんだよね。ですからあ一般的にまあ第一問の仕分けの問題え5つあるうちのお3つは最低限拾っていきましょうと。 まあ、うようなスタンスで回答していただくことが多いと思うんですが、まあ、その基本の回答要領が踏襲できる問題だったと思うし、あの、僕は基本的にこの問題であるならば、あやっぱり3つはね、しっかり拾ってっていただきたい、いうふうに思いましたね。まあ、あちょっと、なんていうのかな、あー比較的手が動かしやすいような問題であるがゆえ、うっかりミスみたいなのが出やすいですから、ちゃんとそこはね、あの指定された科目なんかを読み取って、 ね、ちゃんと妥当な科目を選択しなきゃいけない結構多いのがあの修繕とかの話なんだよね、えー、この手の問題とかって例えば2番目あたりのね営業のように供している建物の修繕やりましたと。ね で代金23万来月末に支払うって話だからもう普通に考えれば未払い金だれって話になるんですが、まあ、意外とやっぱりね問題文もシンプルだったりするんで慌てて回答するとねうっかり貸し方現金とかでやっちゃう方も結構いたりするこの手の内容ってねだからそういったうっかりミスみたいなものをしっかりと排除できるように、まあ、ここはある意味ね一呼吸置いて、えー、しっかりと問題を対応するように。 していくということが、やっぱ大事だったろうし。その後出てる三番目あたりのね、収入印紙とか郵便切手に関する取扱い。まあ、なんていう費用で処理しますかっていうところですよね。で、こういう費目の判定なんていうのは、やっぱり三キの段階でしっかり抑えておくべき内容だと思うしね。まあ、そういう意味では、四番出てきた手形借入金の話なんかも同じです。ね、えー、あらかじめ差し引かれる利息相当分を、しっかり皆さん計算してねっていうところも入っております。で、入っておりますが、まあ、ここら辺はね、一般的な受験簿記の世界でいうところ。おまあ、借入。 間がヶ月という前提になっとるわけですからあ当然月割りベースでのね利息計算っていうところになるでしょうからまあそういった本当に基本的な作業の投資を図ることができればこれね今日の第1問だったら十分満点狙えたんじゃないかなっていうのが僕の感想ですね。ただまあ最悪ね一つや二つうっかりミスが生じてしまったとしたってまあ一般的に目標に据えましょうと言われる3問指示。 これは十分にいけたんじゃないかと思うしまたあーそれはね確実ににちょっっととやっぱ対応できるよううしていくといくこととは必要だと思います。えー、この第1問の仕分けの問題に関してはやっぱりね最低限度3問指示という一般的に言われるところはしっかり超えられるようにやっぱり準備はしなきゃいけないと思うしね、えー、それをやっぱりやっていかないとね 今後の産休っていうことを考えた場合にもやっぱりなかなか厳しいところは出てくると思うんで、まあ、そういう意味ではあしっかり準備をされた方の努力は報われやすかった問題なんじゃないかなという気はしました。でこれねまあ与えられてる商品有高帳の空欄部分についての記入をしてくれよと。 ね、データ推定をやりながらあー空欄部分を適宜埋めてくださいって話なんだけど、まあ、その商品有高調にデータ記入をするにあたっての基礎データが同じく問題資料を与たられていたこの売上帳や仕入れ町の記載内容に基づいて取引関係を把握して商品有高調適宜空欄埋めましょうっていうのはこれまあ,ある意味伝統的なあ日商簿記3級等の出題形式の一環ではある。 ね、で今回の場合ってまあちょっと最初ギョッとしたかもしんないけどあの10月1日の段階だよね商品有高調10月1日付き始めに前月繰り越しの内容あってね、まあ、前月繰り越しの内容が受け入れだからさらには残高らそれぞれ総額としてのね合計金額としての5200円っていうのは分かってるんだけど数量と単価が分かんないですね。でこれが分かんないんだけどじゃあそこの部分どうすんのって言った時に、まあ、やっぱりそこだけ見てもね作業進みませんし。 で当然これ前月繰り越しの話ですからあ当月においてすなわち10月において商品買ったとか売ったとかって話ではないわけですから売上帳とか仕入れ帳にその前月繰り越しの話が直接乗ることはないで乗ることはないんで分かんないんでもう分かんないものはしかたがないですからどんどん飛ばしていくんですねで飛ばしていただいてそうすると10月10日か ね、商品有高帳10月10日に仕入れの内容ありますがもうこれ仕入れ帳を見ていただければそのまんまね A 商品100個単価120円で全体1万2,000部購入しましたって載ってますんでまあこれ読み取っていただければ受け入れだからの記入ができるでそうすると受け入れだからにその記入をした時にこれ20日ですね10月20日の記録の内容これが鍵になるんですねでそうするとね10月20日の売上による払い出しね まあこれ前月繰り越し分先入れ先出しを前提ですから前月繰り越し分が上段に乗って当月になってから購入した分すなわち10月10日に購入してきた部分が下段に乗ります中括弧で括くくってありますからそういうことですよねでそうすると中括弧ねここ見た時に当月買ってきたものの払い出しこれがですね数量90個ってのはわかるんですがそれ以外何もわかんない、ね、じゃあどうするのっつった時に売上帳を見るんですね で売上帳ってのは売上取引の明細記録してますから当然ここに記載されてる金額、まあ、単価であったりとか全体金額ねこれはあの売価になるんで商商品品高帳は原価で商品の増減記録するもんねだから売上帳から金額データを読むってことは基本的にないわけですじゃあ皆さん方は何をしなきゃいけないのっつったらこれ売上帳を見ると10月20日において A 商品を秋田商店に130個売ったんだと。 ね、売上帳を見た時に払い出し総数は130個だよって書いてあるわけですだから10月20日の段階で売っっった商品の数は全体130個ですよってこれ分かるで売上帳から販売した数量が分かれば商品有明帳戻ってもらった時に10月20日においてはね,ね前月繰り越し分の何個か出てって。 で次に当月買ってきた90個が出てくるって話になるわけだからそうするとこれもう売上帳から払い出し総数が130個だったら分かってるんで130個の払い出し数量まあ売上数量からね商品有高帳に記載されてる今月買ってきた分の払い出し90個これさっ引けば前月繰り越し分は40個じゃないのすなわち2番の推定になってるところ数量40個でしょってこれが出るんですよ。で数量40個全部払い出しをする その結果として、えー、10月10日に買ってきたあ商品のうちの90個が払い出されるって記録になってるってことは、端的なしこの段階でね、商品やり高調の前月繰り越し数量は40個だってわかる。で、40個だって分かっちゃえば、前月繰り越しの総額は5200円なんだから、5200円割ることの40個やればね、前月繰り越しの単価っていくらなのっていうのは出るじゃない。130個あ、130円。で、それが求まりますから、 その前提をとっかかりにして、まあ、全体的に他の推定項目も起こしていくというような形になります。でこの第2問、まあ、関連するデータに基づいてね、えー、資料を読み取りをしていただいて、まあ、一部こういった推定なんかも含みながら完成させてくださいっていう形だけど、まあ、これね、あのー、皆さんご承知の通り、えー、今日初の検定試験3級2級はネット試験が動き始めてます。 でネット試験が動き始めてるんで、まあ、最後にちょっと触れようと思うんですがあのネット試験なんかやっぱりこういう形式の問題なんか比較的出やすい形式だと僕は思いますよ。でこういったねまあ部分部分のデータを読み取ることによって一部データは推入をしながら金額と数字とか単価とかね数量単価ですねこういったものを書かせるっていうのはある意味ネット試験なんかでは出されやすい、えー、出しやすい形式の問題かなというふうに僕は思うので,でやっぱりこういった問題っていうのをしっかりね 対応できるようにしとくってことはやっぱり大事だったかなっていう気はしますね。で、そういったところをね、まあ、きっちり、えー、皆さん方ご対応いただくことができれば、あー意外とこれまあ結局その10月20日のね、商品あり高帳の払い出しの部分が読み取れてしまうと、まあ同じようなのにで他の子はもう全部埋まってしまうんで、 まあそういう意味では結構解きやすかったかなっていう気はするんですけどねまあそれ気づくか気づかないかだと思うしねまたあのここは気づくようにやっぱりね、えー、他の補助簿商品やり高帳と他の補助簿との記録の関連性とかそれぞれの記録の概要とか、まあ、こういったものっていうのはしっかり見ておくということは必要だったような気がしますねで次第3問が、まあ、合計資産表作成の問題でございますがまあこれもねそうだな あの図抜けて難しいということもないし図、ま、抜けて簡単ということもない普通です。 で普通なんですけどまあこれもね、えー、もう耳たこだとは思いますっていうか皆さんも、ね、しっかり意識してやっていただいたと思うんだけどどうしても合計試算表ってあの集計の過程でミスる場合が多いんで、ね、まあどっちかっていうと比較的残高試算表とかを作っていただく残高集計をしなきゃいけないっていう問題の方が実際多かったりするのは事実ですから、まあ、合計試算表を作りましょうよって言われた時にはうっかりね残高試算表ないし感情残高の推定の癖が出ちゃって集計ミスが出るっていうのはまあまあある。 でまあまああるんだけどもまあそういったところ最新の注意をしながらね、えー、回答手続きを進めていただければまあ与えられてる11月中の取引自体は、まあ、正直突飛なものっていうのはあまりないのでそうね、えー、そういったところっていうのはそんなに気にしなくってもいいのかなというふうには思いますからまあ皆さん方 あやっぱりこういった点数の取りどこになるような第3問とかをしっかりと潰しておくってことはやっぱ大事でしたでね。で今回のまあこの問題に関して言うとね、えー、皆さん方その前提でご回答いただいてまあどうだろう第1問もそうだけど第3問もね、えー、少し落ち着いて問題対応できたんじゃないかなって僕は個人的に思いました。まあ、やっぱり問題見た時にああれあれ,あれ いいいうのがいっぱい出ちゃうとねちょっとやっぱり気が焦ってしまうので、えー、なかなかね同点してしまって実力が発揮できなくなっちゃうという時もあるけども、まあ、そういうことではなかったような気がするんでね、えー、第1問第3問あたりはあ比較的ベーシックなあ形の問題だったと思うんで、まあ、そういう意味では比較的対応はしやすかったように僕は思いました。ねはいでその後第4問なんですけど、まあ、第4問極秘入ね極秘入の問題でございますが まあこれいい問題ですよね。まあいい問題なんつったら上から目線で偉そうですけども。でも僕いい問題だと思います。まあ、ちょっと一部ね 例えば4番目あたりに載ってる決算予備手続きとか決算本手続きっていう言葉でね少し最初戸惑ってしまった方もいらっしゃるかなという気はするまあ本来的にはねこの決算手続きは作業内容の違いによっていくつかのパートに分かれるんです、えー、決算予備手続きで決算法本手続きで決算報告手続きとかあ分かれてくるんですけどもまあそういった いろいろなパートに分かれる中でまあ実際問題うちもそうなんですけどあのー、資格予備校のね、えー、出すような一般的な書籍ってあんまりこの予備手続きとか本手続きっていう分類自体を使わなかったりする場合も多いんで少しね聞き慣れないなっていうところはあったかなと思うんですよ。まあ、一番最初のね決算競り回しさん作って楽ししを作ってとかまあねそういった段階の話ですけどまあここ言葉でね、えー、あんまり戸惑わずにまあなんとなく特に8番なんかはね財務省って言葉は 最終的に作るるんんんだって話ででなんとなく繋がるととくが思うんでまあ,あ適宜適切な5句を選んでいただいてね、えー、それらを埋め込むというような形で対応していただければよかったと思うんだけど、まあ、最悪ね4番なんかちょっと意味が分かんないなっていうのがあって飛ばしてしまったとしても逆に言えばそれ以外のね、えー、特にまあそうだな1番とか2番とか。 ねえー、そういったところに関しましては具体個別の処理論に基づく問題ですからあ皆さん方普段やっていただいてる仕分けをね少しイメージしながら、ね、または問題本をイメージしながらあー対応していっていただければごくの選択はできただろうし、えー、3番もそうだよね。 5番目あたりはまあ当然帳簿の基本体系の話なんでやっぱり簿記のね主要簿構成なんていうのはやっぱちゃんと理解しておかないといけないと思いますからあそういう意味では内容も,もね、まあ、一部は少しとっつきにくいところはあったかもしれないけどもまあわりかし基本に忠実な問題にはなってると思う。ただやっぱりね こういった類の問題っていうのはなかなかパッと言葉が出てこなかったりいうところもあると思うので、まあ、そうなった時でもねやっぱり大王門ですからあ直接合否を大きく左右するような問題では基本ないでしょうから、まあ、変に止まらないってことはやっぱり大事でしたよね。で与えられてる語群っていう形でのヒントがあるわけですからその与えられてる語群からね、まあ、これかなと思えるものを選択しておくと。 ねえー、変に深く考えないとは言いましたけどもまあやっぱり避けなきゃいけないのは空欄でしょうから、ね、せっかく選択肢を与えてくれてるわけだからあこれでいけるかなと思えるものを、まあ、何でもいいから分かんなきゃ分かんないでやっぱ選んどくってことは大事なんで、あのー、そういう形でね全体文脈を捉えていただければこれのことかなとかっていうのは多分出たと思うんでね、えー、そういう意味ではまあそうね半分ぐらい、えー、しっかりと拾えるという状況が確保できれば。 まあ、おそらく今回は第1問とか第3問が比較的対応しやすいので、まあ、十分カバーは効いたかなと思います。 で第5問なんかは決算整理後の残高資産を作ってくださいって話ですからまあこれもわりかしベーシックっちゃベーシックかないうふうに思います。まあ、問いの2番あたりで載っている当期純利益または当期純損失を答えなさいって話ですけど、まあ、当然これはね問いの1番で、えー、決算整理前算、えー、ごめんなさい決算整理後の資産表を作れば、まあ、それがですね一通り決算整理終わった後の費用収益残高が載ってるわけですから両者の差額を求めることによって当期純利益または当期純損失把握することが だからまああくまでも問いの1番が一通り回答しきれたら問いの2番という流れになるという前提なんでねだからまず皆さん方注力しなきゃいけないのは当然問いの1番の方ですからあーそちらでしっかり点数を詰めるように一つ一つの処理論というものをしっかりこなしていくというところがやっぱり大事だったかなただまあ少しね、えー、そうだな具体個別の処理なんかでちょっととっつきにくいかなっていうのもありますが まあでもこれもなんとか指示が明確に入ってるんでね、えー、言われた通りに対応すればよかったよっていうのはまあ当座金勘定の貸し方高とだね、と、ま、か、あ、要はこれ当座借越しの状況になってるってことですね。でその状況下において借入金勘定に振り替えをしなさいと名前変えなさいってことは明確に書いてくれてるんでね、まあ、そういった指示をしっかり従って作業をやってやっていただくことができればまあ十分対応はできたんじゃないかなというふうに思いますよ。 だからまあ今日のこの第5問もまあ満点とは言わないけどもある程度まあそうね7割程度の点数を確保するという観点から言えば十分。 対応はできたような気がするしね、えー、まあ貸し倒引き企業の設定とそれを前段で、まあ、売り書きの回収が未処理でしたなんていう話を考慮しなきゃいけないなんていうのはいつもある産休のパターンじゃないですか。だからそういう意味で言うと本当に基本に忠実な形で問題が作られておりますんでまあ 本当にまあ落ち着いた問題っていうのかな。あーまあ当然あのー、ちゃんと問題演習なんかをこなしておかなければやっぱ厳しいところはあります。で厳しいところは間違いなくありますけども、ただやっぱねしっかりと問題を回すとか。 あー仕分けが正確に切れるように練習をしていくとか、まあ、徹底した問題演習なんかをちゃんと繰り返していけばですね十分点数自体は伸びたんじゃないかなというのが今回の3級のお解いてみた僕の所感です。ですからまあそうだな。 まあ感覚的なものは結果はどうなるかわかんないですけどおまあ40とかまた超えるんじゃないですかね合格率全国合格率が40%は超えてくるような気がしますよ。だから前回同様の率になるかもしかしたらちょっといいかなぐらいになるかもしんない。ね えー、もしかしたらねまあとは言ったってやっぱり受験生さんはあ限られた時間の中でね普段とは違う環境の中で問題とかなきゃいけないんで、えー、気持ちが焦ってしまうとかそういうのはあるからね、えー、一応一旦どうこうということを言うのは難しいんだけどもただまあここのとこねやっぱりあの受験生さん方 非常に一生懸命対策を取っていただいていると真摯に努力していただいている方が多いので、まあ、そういう意味からするとおそらく前回同様のお率は確保できるんじゃないかなというふうに僕は思いました。まああのー、一応ね今後も来年度以降っていうのかなあ紙ベースで、まあ、集合試験だよね、えー、6月とか11月に今まで同様の集合試験で、えー、問題やるという機会も確保はされておりますが。 あーただまあ今後はね、えー、やっぱり3級から始まりましたけどもネット試験というものが選択肢に広く上がってくると思う。で来年度以降は、まあ、そのネット試験の導入に伴ってですねあの3級試験時間がだいぶ変わったりしますんでね、えー、やっぱり1時間になってくるとかあそういったところもありますから、まあ、当然それに伴って問題の構成も変わってきます。で変わってくるんだだけどもただね あのー、これもう非常に多くご質問いただいてるんでせっかくの機会だからご案内しておこうと思うんですがあのー、受験対策の取り方って全く変わりませんのでやっぱりあのネット試験になることで画面で問題を解く、まあ、回答を埋め込むって言ったのよかなあそういう形のね、えー、回答手続きを取ることになります。といることになるんだけどかといってねあの別に手書きでね 普段からコツ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 問題をこなすとか試算表を作るとか、まあ、そういう準備っていうものは今まで通り手書きでもどん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 勉強をやっててやっぱりこなすっていうのが受験対策の方法ですよ。 やっぱりネット試験なんでパソコンのね使い方になれるようにするとかさあのそういったところっていうのは必要だとは思うけどただまあ大前提としてやっぱりね受験のために必要な知識とか解答の技術とか集計の技術とかそういったものを身につけるためにはやっぱり最初は手書きでやった方のが当然いいに決まってる。で手書きでどんどん問題こなせるようになれば早く計算なんかもできるようになるんでそれをね計算結構最初的に画面に書くだけでしょ今まで紙で書くものが。 ねえだけの話なんで別に準備の仕方うーん逆に言えばあ手書きでねどん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 一生懸命仕分けを切ってでそれを集計して試算表を作るとかっていう作業を全くやんないとあの当然ですけどやっぱり点数取れないと思います。ならあー別に試験自体が変わったってね形式受験形式が変わったって問題の解き方 まあ言い方がわれば受験対策の仕方っていうのは変わらないはずですから、まあ、そこはね、えー、今までと同じようなスタンスで、えー、しっかりと準備を進めてもらえればいいんじゃないかなと思いますで今後まあそのねネット試験の導入に伴って、まあ、試験手続きとかあ具体的なあ受験計画の立て方とか、まあ、そういった部分なんかでもやっぱり大きく変更は入ると思うよただまあ受験機会が大きく増えてくるっていうのは皆さんにとって決して不利な話ではないんだろうしね えー、ある程度フレキシブルにね、えー、受験計画を組んで、まあ、それをねご自分に有利な形で組み替えをしていくとかまたは集合試験統一試験とのね、えー、ちょっと混在になるから、まあ、状況によっては今まで同様の統一試験を選択するとか、まあ、そういうのもありだと思います。やっぱり画面よりは紙ベースの問題があったのが実際集計なんかはしやすいとかね、えー、状況把握はしやすいっていうのはあるでしょうから事実としてね、えー、だからここら辺もね。 ななかなかまだいろいろ情報が錯綜してるところもあって僕らもどうこうっていうことはなかなか一概に言いにくいところはあるんですがまあ,あただあの基本的な勉強の仕方っていうのは絶対的に変わらないはずなんでねまあそういう,うところを念頭に見ながら、まあ、しっかりね今後も受験対策ねお勧めいただくとかあさらに上位に進む時も同じような形で勉強を進めていただくとかあそういった形でねご用意をいただければよろしいんではないかと。 というふうに、まあ、思う次第でございます。まあ、そんなとこですかね。まあ、これがあ今回の産休に関する僕の方で、えー、お話しさせていただく概要と。 いうところになります、えー、ますあ皆さんあ、せっかく産休ね、えー、一つ結果出したんで、じゃあさらに上っていう方もいらっしゃると思いますから、あそういう方々はね、えー、今お話しさせていただいたようなことを一つ参考にしながら、またあ具体的な勉強の方法等について、えー、確認されたいことがあればね、えー、私どもレックの方でも、まあ、ご相談を受けずすることはできますんで、ねえー、そこはもうご遠慮なさらずに。 ね、どんどん積極的にご質問等を頂い,いてねえー、疑問点解消して免許上の方を進めていただけるとありがたいなというふうに思いますはいまあそんなとこかなねとりあえず今回のお産休に関する回答速報は以上となりますんでねまあ皆さん方あこの週末ね急にやっぱり寒くなってきたりしましたね一回高くなったんだけどねえー、急に寒くなったりして ね、で3級はどうしても午前中試験始まるからね寒い中試験会場行くだけでも大変だったと思うんだけどねあまあとりあえず今日までね、えー、一通り頑張ってやっていただいたというところもあるからまあ本当に今日までは気も張ってるんでね,ね試験まではガーッと頑張ってやれてもねここで一気に疲れが出たりっていうところもあるだろうから、まあ本当に季節の変わり目なんで、ね、体調も崩しやすいですからね。 えー、今日はもうちょっと早めにゆっくり休んでもらってねこれまでの蓄積されてる疲れをねしっかりとってねでその後に次と、ね、いうところを前向きにご検討いただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますはいというところでございまして以上で、えー、本日の第157回募金検定に関する3級回答速報は終了となります皆さんお疲れ様でございました